結果的に地球を愛することになったんじゃないかなっていうふうに感じてます。なんか例えば家族みたいだなっていうふうに思っていて、地球を自分の身近な家族ってもういることが当たり前、まあ人それぞれいろいろ環境はね違うかもしれませんけれども、私にとって家族はこうずっと小さい生まれた時から一緒で、で今離れて暮らしててもやっぱり身近な存在で、なんか地球もあまりにもこう私にとって当たり前の存在すぎて、愛とかそういったことを考えてもみなかったので、ただ年を重ねてやっぱり今自分が生かされていること、今あることって家族のおかげだなって感謝したり、やっぱり家族の愛があって私もこう愛を持って暮らすことができているっていうふうなことをすごく気づきがあるので、地球のことも本当に同じで、年を重ねていろんなことを自分がこう暮らしの中で見つけることができた中で、結果として地球に感謝したり、あとは感謝から何かこう還元したいなって思い始めたり、それが地球を愛していくっていうことにつながっているのかなっていうふうに感じてます。本当に全くナチュラルとかオーガニックな暮らしっていうのを意識せずにずっと暮らしてたんですよね。ただ本当たまたま私がヨーロッパで出会った、それはコスメだったんですけれども、ナチュラルオーガニックコスメと出会って、でそのプロダクトもそうだったんですが、そのブランドが生まれたきっかけとか、あとはそれを作った方の暮らし、なぜ作ったのか、なぜそれをみんなに伝えたくなったのか、そしてその人はどういうふうに暮らしてたのかっていうことをたまたま知るきっかけがあって、そこからものすごい興味を持つことになりました。それは約15年以上前のことになるんですけれども、そこから私は個人でも興味を持ったんですけれども、今まではビューティーの仕事をその時もしてましたが、その時点でますますそのナチュラルオーガニックライフっていうのが私たちの女性を美しくさらに豊かにする何かヒントがあるんじゃないかなっていうふうに興味を持って、そこからお仕事もビューティーのお仕事の中でナチュラルオーガニックなお仕事をしていこうと決めて、でいまだ15年経ってもその興味が減らない、そんな暮らしをしています。なんか本当ストイックになりすぎ、何事にもストイックになりすぎないようにちょっと意識してるっていうのはあって、なるべく本当に毎日の自分の生活の、スタイルを変えないようにしてるので、ナチュラルオーガニックライフをしようって決めてしてるわけではなくて、なんかこうやっぱり物事義務になっちゃうと楽しくないし続かないので、なんとなく自分が好きな環境を作ろうって思い始めたら、結果ナチュラルオーガニックの暮らしになってたっていう方がなんかすごく自分の中でしっくりくるんですよね。なので本当に心地よく暮らしたいな、毎日すごく仕事で忙しいとか、時に人間関係で疲れちゃったなとか、毎日本当にハッピーなことだけで暮らせる人っていうのはいないと思うんですよね。で私も実際そうで、いろんなことに健康や美容に気をつけてても、やっぱり時にニキビができちゃったり、あと時に本当に風邪ひきそうだなって体調が悪くなったりすることもあって、でも人間だからそんな自分もちゃんと向き合ってあげて、じゃあそういう時は今日は仕事あるけど早めに寝ようかなとか、あとはニキビとかできちゃってやだなって思ったけど、まあそんな自分もなんだか人間っぽくていいなって受け入れたりとか、そんなことをしていたら結果的にね、なんかナチュラルオーガニックなプロダクトをなんとなく使うことが続くようになったりとか、ちょっとオーガニックショップに寄ってみたり、食材を買ってみたり、でも絶対それをやらなきゃいけないとか自分の中であんまりルールは決めてなくて、心地いいな、なんとなく暮らしやすいなっていうことをちょっとずつ増やしていったら、結果的に自分が心地いい環境でナチュラルオーガニックなプロダクトに囲まれたり、そういった思考の人たちと一緒に過ごす時期が増えたりとかっていう風になったような気がしてます。私が今環境に関して何ができるかなっていうふうに考えるきっかけすごく多いんですけれども、自分自身もナチュラルオーガニックな暮らしを意識、仕事を通じてナチュラルオーガニックビューティーというお仕事を今してる中で、自分の意識改革っていうのも年々強まってきてるっていうことがあったり、あとはさまざまなナチュラルオーガニックの、ビューティー企業の皆さんも SDGs だったりサステナブルな取り組みを企業として取り組んでいらっしゃるので、本当に自分も何かしなきゃいけないんじゃないかって思うように、この本当10年間考えるきっかけがとっても増えたんですよね。初めはやっぱり10年前とかは何かもっとしなきゃいけないんじゃないかとかで、5年前ぐらいになった時にやっぱりアクションをもっと起こさなきゃいけないんじゃないかっていうふうに考えるようになったんですけど、結果として今自分ができることっていうのは、自分の暮らしの中で自分にできる社会貢献、自分にできる身近な環境問題への配慮っていうことをやっていこうっていうふうに、今とっても肩の荷が下りたように感じて考えてます。だから本当簡単な、本当たくさんの人がやってることだと思うんですけど、例えばゴミを増やさないようにしよう。本当に喉が渇いた時はペットボトルとか買ってね、飲んじゃったりはするけど、でも家からどこか外出する時、会社に行く時はちょっと自分の家の、タンブラーを持ってこうとかで、なるべくゴミを出さないようにしよう。あとは水を汚さないようにしようかなとか。洗剤を使いすぎないようにしようとか、でもどうしても汚れが落ちない時は自然な洗剤を使おうとか、そういうような配慮をしたり、あとは本当にちょっとしたことですよね。街に落ちてるゴミがあったらちょっと拾ってみようとか、あとは家にたくさんの植物、私植物が好きなので置いて家の中をクリーンな環境で保とうとか、本当にちょっとした暮らし、丁寧な暮らしを意識するだけで、ちょっとした地球や環境への配慮っていうのは自分も行動に移せるようになるので、まずはそういった生活の中でできることから始めてみようっていうのを最近意識して行ってます。ちょうど今年で4年目になるイベントで、ラ・キャルプが、私の会社が主催する、マイオーガニックフレンズフェスっていう、通称ラ・キャルプフェスっていうふうに呼んでるんですけれども、サステナブルをテーマにしたメディア向けのイベントが今年で4回目になります。で、本当ちょうど4年前、周りのナチュラルオーガニックのブランドさんに声をかけてやってみようかっていう、本当にサークル的なノリで始めまして。そうしましたらたくさんのメディアの方がいらしていただいて、そこでみんなが世の中を循環させて、そして地球を守っていきたいっていうような、そういう気持ちをすごく感じたんですよね、4年前に。なのでそれから毎年必ず続けていこうっていうふうに決めまして、今年で4回目サステナブルをテーマにしたナチュラルビューティーの、イベントがまた夏に開催されることになったんですが、もともとそれをやろうって計画的に決めて続けてきたっていうよりは、やっぱり地球のことを考えたり環境のことに配慮したりっていうような、そういった思考だったり活動っていうのは義務でやるものではないというふうに思いますから、みんなの当たり前の生活の一部に入り込む。で、なんとなく自然に地球のことを考えたり感謝したりっていうところから生まれる行動だと思っているので、そういったことをみんなでシェアする、イベントになればいいなっていうふうに思いまして、多くの出店ブランドさんは化粧品のブランドさんだったり、あとはフードのブランドさんだったりするんですけれども、そういったメッセージをプロダクトを通じて、いろんな方に伝えていこうというイベントにしています。なのでその、化粧品を使うこと、あとはそういったオーガニックなフードを食べることを通じて自分たちの、暮らしの中に地球へのこう配慮っていうところを見出しましょう。で実際に、ブランドさんは SDGs ですとかサステナブルな取り組みをしているので、例えば一つのブランドさんの化粧品を使ったらドネーションされることになったり、あとはそれこそ、中身の化粧品の原料とかも生産者さんたちに還元をすることになったり、あと容器はリサイクルであるとか、あとはパッケージの紙とかも再生紙であったり、あとは環境に配慮したインクを使ってたりっていうことになるので、そういったブランドのプロダクトを消費することが簡単な社会貢献につながるっていうことをみんなで伝えていける、自分にできる簡単な社会貢献なんだよ、それがサステナブルなスタートになるんだよっていうことを伝えられたらいいなっていうふうに思いまして、それでやり始めたイベントになってます。ナチュラルオーガニックビューティーライフというのは、今実際に生活に取り入れてる方もいれば、あとはちょっと興味があるなっていうふうに思われてる方、あとは全くどういうものかわからないっていう方、いろんな方いらっしゃると思うんですけれども、私は長年このナチュラルオーガニックビューティーライフを自分の生活にちょっとずつ取り入れることによって、たくさんのこう綺麗だったり楽しいを経験することができました。なのでその私が経験した楽しいとか綺麗とか、そういった喜びを一人でも多くの方にナチュラルオーガニックビューティーライフを通じて伝えていきたいなというふうに日々思っています。その中には例えば地球をきれいにしようとか、社会貢献ができるとか、そういった思いがたくさん込められているので、ナチュラルオーガニックビューティーな、例えばコスメを使ったり、あとは食材を食べたり、そういったことが実は自分にできる簡単な社会貢献の一歩になるっていうことも同時に皆様にお伝えをしていけたら嬉しいなというふうに思っています。楽しみながら自分ができる社会貢献っていうところを皆さんと一緒にシェアして活動を広げていけたらなというふうに日々考えています。